乱世の断り壊し尽くそうぞ。ヤスケ、信長様を守ります。本能寺に攻め入り、信長を討ち、かかれ！現れた、銃で。だが、やすやすと撃たれる信長ではない。迎え撃て！役賊明智光秀を返り討ちにせよ！鉄砲隊を進ませよ。寺の中央を抑えて敵を分断する。ヤスケ、出ます。明智殿の目、ごめんなさい。まるで信長様は予想していたか。考えたら、いとまはありませんね。ヤスケは信長様を守る、それだけです。直ちに備えの兵を出せ。明智勢の狼藉を許してはならん。任せておれ。この程度で信長は撃てんぞ。十兵、次はどう出る。織田と明智もろともに焼き尽くせとのことだ。遠慮なく火矢を食らわせてやれ。この日、明智勢によるものではあるが、どうやら横槍が入ったようだ。伊賀の里を荒らされた恨み、今こそ晴らす。炎に巻かれて散るがいい。伊賀州の雑とか、もはや炎に動じる俺ではない。ようやく十兵衛も己が役割に気づいた。その覚悟が本物か、計らねばならん。父上をお守りしなくては。皆の者、急ぎ火星に向かうぞ。あれは織田の着手か。打ち取れば敵の息をくじけよう。行くぞ、開門。信忠様、狙われていますか。お助けをしなくては。伊賀人どもに先を越されてはならぬ。我らも寺に攻め入るぞ。開門。急げ。横槍は伊賀州。さあ、執念深い男。下人の刃など、信長には届かぬわ。お詰めの兵も出せ。畳みかけよ。
敵将討ち取りました。叶う相手ではなかったか。信忠はまだ無事のようだ。俺がめちゃくちゃにしてやる。サンド、俺と十兵衛の戦の邪魔はさせん。狙うは信長の首、ただ一つ進め。押し尽くす。ここで果てては殿の未来を開けぬゆえ、今は引くほかあるまい。十兵衛はいい家臣を持っている。で、プロはなんだか。負ける気しませんね。悔しいが、ここまでか。任せておく。心得ました。心得。やりおる、見事よな。卑怯だろうが勝ちゃいいんだ。ほら、行儀のいい武士とは違うんだ。そのくだらぬ辞任ごと、ほふってやろう。久秀の謀反に、播磨の反乱、信康の一件も、すべてお前の仕業だったそうだな。三代、俺はちょっと背中を押してやっただけ。あいつら、貴様のことが大嫌いだったからな。まあ、三月だけは勝手が違った。三代、一つ聞くが、何故俺が憎い。憎いのは、俺から全てを奪った武士ど、そして武士の断りに縛られたこの乱世だ。故に俺は全ての断りを壊さんとする貴様に乗ってやった。ところがだ、貴様はすでに新たな武士の世を見ている。そんなもん作らせてたまるかってんだよ。いい加減に死んでくれよ、信長。無駄だ、俺は殺されても死ぬ。貴様のような愚物が相手ではな。さあ、あとは勝手に殺し合ってろ。言われずともそうさせてもらおう。心合いか。おい、織田の間抜けども、信忠はすでにこの世のものではないぞ。信忠様、偽物でしたか。親父、待ってろ、今助けに行くからな。三月、やはりとどまっていたが、結局織田に戻ってやがったか。全く使えねえこのスペだぜ。俺を誘うかのように道が、決着をつけるべき時が来たということか。開門。情けはかけぬ。いよいよ来るか。情けはかけぬ。十兵衛、今の俺の刃が生くらかどうか試してみるといい。今の俺は冷静さを欠いているようだ。三月の言葉に従い一度引こう。頭を冷やしたところで結論は変わるまい。殿は引いたか。頃合いはよし、打って出よう。
一兵たりとも逃すでないぞ。開門。心得ました。自らおとりに兵を進ませていた。味な真似をするではないか。我が神妙、すべて殿に捧げている。ここで朽ちるわけにはいかぬ。討ち死に。信長様よりいただいたご恩、返すのは今です。ここまでか。殿、申し訳ござれぬ。討ち死に。心得。急げ、前線の味方に加勢せよ。やすけ、出ます。残るは十名、ただ一人。ここだ。で、あれ、信長。終わらせに行こう。最後まで手は抜いてやらぬぞ。十分。そう、すべてを壊し尽くす魔王よ。長様は、このヤスケが守り抜きます。なんてやつだ、強すぎる。妥協はもう十分。決着をつけるぞ、十兵衛。望むと必ずやこの手であなたを撃つ。ヤスケ、天下無双の侍です。十兵衛との決着の時を誓い、ことがなれば天下は様変わりし、その先に開かれる世がどうなるか。信行、貴重、お前たちには見えていようか。考えろ、美月。今どうすりゃいい。俺に何ができる。ごめんなさい、やすけ。怒りました。失礼しました。蹂躙つく。ふっとえ切れる。聞かせてもらう。わし尽くす。あなたとの誓いを果たす。わし尽くす。俺は決して倒れぬ。わし尽くす。ならば俺もお前の覚悟に応えるのみよ。打ち死に。まだまだ来い、十兵のことごとくを打ち払う。始末いたそう。
清き勝利は上杉にこそふさわしい。こたびの戦で我らの正しきを示すのだ。手始めに辺りの敵を承知した。砦を払い砦にこもりし虎をおびき出そうではないか。俺の正義、なすべき正しきこと、この戦いでつかめるだろうか。こたびの戦は貨幣にて制さねばならぬ。本陣および主たる将は死守せよ。よいだろう。上杉め、その支え乗ってやろう。武田信玄、そなたはこの上杉謙信が清めてやろう。承知した。なんだ貴様ら、邪魔立ては許さぬぞ。二度といかん。兵糧を運ばれては面倒だ。動き出す前に速やかに切り伏せよ。兵糧の運搬は阻めたか。任されよ。愛の虎、武田信玄、心して相対せれば。開門。諸合いか、諸殿出ろ。両翼から上杉の本陣を叩け。これは一度引く。どうや、私に任せろ。たばかったな信玄よ。誘引したつもりがその実まんまと誘われていたとはな。今だ、本陣を奪うぞ。南北より攻撃を行う。上杉の本陣へ進軍せよ。さて、本陣を落とされるわけにはいかぬ。至急攻撃を先導する武将を払うのだ。自らを囮に謙信殿を本陣から遠ざけるか。あの信長殿に勝るとも劣らない大胆さだ。申し訳ありません、親方様。さあ乗るでないぞ。我ら駒を失おうとも親方様の勝利は揺るぎはせぬ。見たか信玄よ、上杉に横島なる企てはまかり通らぬ。この音は蹄？下から聞こえた気がしたけど。何やつ、我らの行く手を阻むな。蹄の音はお前たちだったか。本陣へは近づけさせないぞ。どうや武田の牙を抜くことに成功した。これで風は上杉に吹くであろう。またよ、奴らに引導を渡せ。承知。皆の者、行くぞ。開門。未だ本陣を狙うか。ならば騎馬隊を残らず払うのみ。武田の騎馬隊がいかに盛況であれ、我ら上杉はその上を行く。なんとか騎馬隊は退けたが、武田の寒暖ない猛攻をしのぎきれるのだろうか。速やかに本陣を潰せ。開門。承知した。よし、守りに徹するのはここまでよ。これより先は上杉の戦を展開せん。手始めに南北の砦を奪うとしよう。両砦を足がかりとして戦線を押し上げん。行くぞ皆の者。
よいだろう。いざ横島なる武田に上杉の正しきを示さん。大胆にしかし着実に戦線を上げよう。本陣へ踏み入るのはその後だ。おお、上杉殿は攻めに転じるか。本陣の守備はお任せくだされ。任せに任せよ。任されよ。よいだろう。まずは一つ、残る砦も制圧を急げ。両砦とも我ら上杉が制圧した。信玄よ、首を洗って待つがよい。小詰めを出せ。信玄め、またしても増援か。押し切られる前に勝負を決せねばな。兄上を撃たせはせぬ。予備兵部隊よ、準備を進めるのだ。あれは奇襲を仕掛けるつもりか。そうはさせない。私に任せよ。奇襲ならずか。引くしかあるまい。開門。何やったか。我に続け、上杉を蹴散らすのだ。またも増援か。皇子の憂いはここで断ち切らねば。我らの邪魔立てはさせぬ。まだ気を緩めてはいられない。引き続き注意して進む。本陣に立ち入らせてなるものか。さすがは武田、本陣の守備も盤石か。良いぞ。そうでなくてはつまらぬ。さあ、あと一息を。阻む者を残らず倒し、一気呵成に攻め入らん。情けは無用。本陣を潰せ。この戦を終わらせる。天寧、中央を守っていた将は残らず敗走した模様。天寧、南東の将らすでに倒されている模様。上杉謙信、つくづく忌々しい男よ。たやすく首は取らせん。こたびは引く。だがその首必ず俺が落とす。我らの聖堂が見事武田を打ち砕いた。そなたらの働きに感謝する。身に余るお言葉。俺もこの戦で大切なことを学べました。ハハハ、上杉は天下無双をいただく竜である。それがしなどが天下無双に至れようとは。